が暑い、マジやばい。ちょっともうちょい上。やばい、ケツ耐えらんない。痛い、ケツ痛くなってきたもん、暑くて。あっちぇ。チャハラさん、これ持ってますか？持てねえか、ね、寝かしといていいよ、その辺に。ちょっと、クッション誰か。クッション持ってきて。あれ、やべ、ダメだ。あ、もう始まるやん。始まるわ。ケツ熱い。あっちぇ。今日は何日？30日かな。2023年7月31日日曜日。30日、牛の日、土曜牛の日、牛の日だ、キングフィッシャートラウトトーナメント第4戦ですね、の決勝が今始まります。ちょっと待って、鈴木くんがめっちゃここにいない？ちょっと待って、もっと あっちだ。そうだよね、はい、鈴木くんがこう、この辺じゃないですか。こうだよね、もっと寄った方がいいよね。でかい方が結局いいよね。ちょっと待って、もうちょい寄りたい。千秋さんでかく、ああ今のとこよかった。さあ、その辺がいいんじゃないですか。この辺、うん、こんなもん、こんなもんだな。はい、始まりました。放流なしで10分。3、今日暑いから8分かな。いやでも10分やじゃん。さっきの純潔な8分3回もうたまらんよ、短すぎて。本当っすか。次違うのやろうかなと思ったらもう1分前ですって言われて。今日はね、一応37度予報かな。ああ、かなり。いやでもずっと延々とこの天気の状態で太陽浴び続けるのは死ぬよ。かなりきつい。お、大塚さん。大塚さんが。おそらくこの日人は、うん、多分ね、結構ノアの1号、バンナ14とかのその辺の人、大きい系のスプーン。バンナ14ってさ、ノア1号みたいにふらつくもん。いや、あのね、バンナ1、あ、いてそんなふりつかない、ふらつかない。俺、ノア1号はふらつくスプーンだと思ってんだよね。あ、で、菊池くん、キングッコ、キングッコ、中学校2年生かな。中2か、あれ、菊池くん、もううまいよ。何年か前は そんなでもなかったけど、うん、最近かなりね、もう土日いるもんね。いる。何、やっぱセンスが結構ある。彼は何、親が連れてきて親一旦帰ってまた夕方迎えに来るパターン。あのね、なんか最初はばあちゃんかなんかが連れてきたかなんかで、うん、それで面白いってなって、うん、でハマっちゃったんだ。感じかな、ドハマりだよね。もう3年目ぐらい、去年一昨年、去年一昨年、一昨年ぐらいいた気がするよ。いたか。だから小5とか、今中 1? 中2、中2か。だから小6 か、下手して4年目なら小5からスタートしてて、まあ1回戦あの当たると放流とか、うん、やっぱね、若いからね。若いししょっちゅう来てるから知ってるんだよ。やっぱ体がなんかサッカーやってる。あれ体格いいね。そう、背でかいもんね。サッカーやってるからやっぱね、運動神経もね。遠近法あるけどさ、でかいですよね。でかいよね。160ぐらいあるでしょ、普通に。あるよね、なんだかんだね。一番奥だしね、今ね。で、やっぱ鈴木さんはちょっと分かんないけど、まあ、ゆきちさんと、うん、今乗ってるゆきちさんと。ゆきちはもう俺の動画もう毎回いてもうマジ消したい。やっぱね、まあ、黒塗りで潰したい。真っ黒だけど、ほんとうまい、うまいですね。だからね、スプーンで釣れる戦いだともうあいつやばいね。真ん中2人がめちゃめちゃ巻き。あ、そうなんだ。大塚さんも結構、あ、まあ、シルエット大きめの巻きが結構強気にいく感じ。おお、ゆきちが来たよ。ゆきちさんがどうせバンナでしょ。14かグランデか。グランデ使ってるじゃん。今日でもね、ゆきさん良かったんですよ。あ、今日ね、ヤマピーもグレムリンで結構釣ってたな、見た。ちょっとね、今日チーム戦と前回と比べるとちょっと魚が壁ギリギリだから一発14で片手であそこまで行くか、言ってるなら行く。落としてるよね、落としてるよね。中層ぐらいだね、うん。鈴木さんはどんな釣りしてたんですか今日。鈴木くんはね、多分だからあの上野さんの息のかかった男だから。ウッサ、いや多分シャイラとかでスプーンは釣ってきて、でさっき純潔で当たったけど、結局で、あと長澤さんがいて3人でシャイラ最初投げたけど、スプーン誰もダメで、で8分しかないから結局クランク戦になって、ディークラ。何やってんだろうな。チビパニ。おお、菊池くんが2本目。ディークラっぽいな。シャークさん何？パニクラ？違う。菊池くんも取った。鉄板バイク。
あ、鉄板バイブなの。今日ですね、ツーウィン、俺も殺された。ツーウィン、ツーウィン、ツーウィン、そう、あの、黒ボールじゃない、シャドウの可能性じゃない。え、ボトムなの、シャドウかツーウィン。え、あの構えで、うん、出じるの。あそこから、あ、ほんとだ、いい感じじゃん、トントン。なんかね、ゆっくりこうポンポンっていうね、うん、感じ、それがね、あ、デジも入れてるね。動いてない時にね、デジです。これに俺やられたんですよ。おい、やばいね、あの男、中学生君が、あ、すれ、バレたか。ほら、なんかね、竿の振り抜けとかね、綺麗ですよね、うん、そう、背筋もピンとしてるしね、うん、やっぱね、姿勢いいとうまく見えるんだよ。で、本当にうまいんだよ、大体、姿勢のいいやつは。ね、学力もあるって言ってました、ね、あいつ何、そうなの。なんかね、学年で8位とか。え、サッカーやってて学年8位。そうで、釣りもうまいってなったのね。やべえ。いや、もう釣りはある程度でやめて、頭いいなら、スポーツマンなら、他のことして、40過ぎて暇でお金あったら、もう一回帰ってきた方がいいと思う。楽しいのはわかるけど、もっと楽しいことあるから。いや、もう本当にもうね、多分高校ぐらいでほら違うことは絶対やるからさ、うん、他に楽しいことが、まあ今だけでいいんですよ。親に連れてこ来てもらえ、親が払ってくれてる間はね。お父さんお母さん先生なの。うわ、先生なの。マジか。じゃあ本当によかったね。いい家なんですよ。ぐれなくてよかった。俺らとは違うんですよ。足立区だったら多分ぐれてると思うよ。先生教師だったら。そうですよ、絶対ぐれてると思う。俺らとは違うんですよ。あの、生きてる、見てる世界が違うんですから、ね、そうだね。おー、釣ったよ、釣ったよ、黒ボール。やっぱ結局ボトムからでも、いや、結局ツーイン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 ね、いや、あのペースで連れてればいけるぜ。単色茶色みたいな感じ。ほいで、ほら、あ、ティモンのネットなら、なんで旦那がティモンなのネットなのに、奥さんはティモンのネットじゃないんだ。どう、貸してやれよ。あ、ここにいた、ここにいたよ、後ろに、解説に。あ、ちなみに今日は押山くんが、ニュードローは押山くんと基本解説で、その後ろにジャッカルの人が、あの、奥さんの旦那がいます、千秋さんの。そう、朝見たら旦那だけティモンで、うん、ジャッカルだから。おお、3本目、3本目、いくら、でかいんじゃないかな、いくら、この3本目 OK、 日本札かな、知ってる人だと優勝しちゃうね。あー、またね、あー、バレちゃった。いや、あと何あれ、尻尾か、釣れないな、釣れるほどクランクに寄ってくるんだ、あんな尻尾だもんね。ビークラっぽいですね、でけえから。うん、でかい、距離も、おい、うまい、うまいな、さすが。おお、お、ゆきちも釣ってるよ、ゆきちも。やめてね、うん、あの、ティモのネット、ティモのネット、千秋さんが、おお、菊池も映った。いや、釣れるね、釣れるね、すごいね、ディークラとマキとボトムっていう三者三様ってこと。何をやっても釣れるってこと。おお、菊池がまたトップ、3本目っすね。あれ何、ゴールド、違う、あれね、ツーナイン。あー、危ねえ、昔あったツーナイン。あー、そういうこと、よかった、あの年齢に総合のタックルでよかった。世の中いるから ね、すごい家庭が。お、菊池くん釣ってない。あ、菊池くんじゃなくて鈴木くんが釣ってますね。うん、なんだろう、クランクスプーン、どっちだろう。最初スプーンやんじゃないかな。でも多分一番こっちがちょっと有利だもんね、ここ。いや、クランクだね。お、また釣った。いや、さっきね、俺と長澤さんをディークラでやっつけたから。あ、でも今ツブアンかもしんない。今日ツブアン聞いてましたよね。ツブアンもね、昨日プラで結構そんな爆笑じゃないけど、ポチリポチリ取れるのよ。そっそ、カフェコあたり、その辺、うん、カフェコが良かった、カフェコが。俺はもうで、決勝もか、あ、準決もカフェコで、うんうん、だけどディークラに負けちゃった。でも当たりは出てんだけど、ショートバイトなんだこの季節。うん、本当にで、寄せてる時抜けるしょ。何あれ、どのレンジ、ちょっとガン見しよう、菊池くん。着水してから5グリぐらいしてる。5グリしてんすか。こう下目という、重曹をちょい下ぐらいになるのかな。多分あそこ5グリじゃ下まで届かないもんね。あそこ深いもんね、あの対岸そばはね。89ぐらいじゃない、うん、いくらでこのキャッチ率って結構ちゃんと掴んでるんですよ ね、 そうだよね。あそこでしょ、1、2、3、4、5、ほぼ5、ね、4半か5ぐらい、うん、大塚さん、大塚さんがスプーン、この人は巻きじゃないですか、大きめシルエットの巻き。残り1分です。3ミリに行ってるよ。この人もね、ほんと我慢強い釣りをしてるっていうイメージ。あ、そうなんですか。
どこ？鬼怒川？鬼怒川。あ、そうなんだ。巻きうまいっすね。スプーンっぽいね。完全スプーン。で、ボトムまで落とし、落とし、落ちてない。落ちてないね。中層、どっかだね。中層下か。下ぐらい。ゆっくり巻いてるね。そうなんで、下テロテロが釣れんだよ。あれがハマると楽しい。ね、おい、来たよ。千秋さん来た。今ね、細かいシェイクでね、ロッドが入った。え、いけちゃうよあれボトムで、ボトム手前の方が釣れんな、インネット側の方が。浮き上がり狙ってるんだな。いやー、これ来たよね。一番釣ってる2人が一番ちょっとしんどい区画。そうだよね。にはいるから。で、次こっち来るんだよね、うん、千秋さんが2番目になるのか。2個ずれだよね、左2個ずれ、カメラから向かってね。え、何も釣ったのこれ。3、4、2、2、1か。まあ、ロングスコアなりだね。顔ぶれがあの諭吉以外諭吉以外はフレッシュ。そう、まあみんなうまいんだけど、諭吉以外は俺の動画的にはなんか新鮮味のある新鮮味ありますね。で、微妙に知ってる。あ、でもね、菊池くんと大塚さんは俺ほぼほぼ知らない。大塚さんは本当は、ね、わかんないな。3戦目で俺やられてます、ね、あ、本当やられてる。あ、まあ、2回戦2回戦か、そこらでやられてますね。あ、3回戦が怠慢だから。あ、そういうことか。あ、だから渋い釣りで。そうそうそう、なんかね、スプーンでやられる。ほんと我慢強くスプーンを巻いて、巻き倒してポッツポッツ。そう、やっぱ見てるとね、ただ巻いてるだけではない、やっぱりいろいろいろやってますよ。いろいろバスかなんかをやってたなんて聞いたんで。そうなんだ、バス上がりの人なんだ。あ、キング、あ、でもあれか、この辺の人だろうね。トライブとかも、うん、って言ってたからね。でもよく来てんのかな、なんかね、連れてる2人がいい区画に、うん、入った。本当はね、千秋さんが一番手前の方がボトムもっと効くんじゃねえかなって気はするんだけど、うん、そうですね、こっち来ればね、もっとシャローゲンになるからね。さあ、ディークラが、それでこっちもどうだろう、流れについた魚がいる、ね、対岸の、あの流れの向こうの対岸側にいるからね、あの辺ね、うん、ディークラ押し、ディークラじゃない、あ、ディークラだね、白旗っぽいような色合い的には、黄色、白黄色っぽいような。あ、白旗か、白旗っぽくね、からなのかな、にしても、まあ、キング系の色だよね、うん、これずっと回しっぱだったんですか。うん、あ、そうだった。そうですよ、そうです、なんでも面白いこと言ってください、面白いこと気になったことは言ってください。気になったこと、ためになる人にはためになることを言ってください。気になったことか。大丈夫です、限られた人しか見てない動画なんで、うちはもう普通のただ釣りしてる人は絶対見ない動画なんで大会に出てる人以外はもうね、見なくてもらって結構なんでただ、おー、来た、おー、来てる、場所関係ねえな、てかこっちの方がいいかもね。一投目だぜ、ダウンで釣れてるからね。ちょっとじっくりじっくり見よう、菊池君。あー、いや、ほんと抜けんだわ、寄せで。もうちょいソフトに寄せるか、ドラグ調整どうにかするかかな、うん、結構グリグリ寄せてくから。4、5、6、まあ5か6だね。 おい、何今の、ま、すごい、あの5グリして巻き始めたら速攻 で抜けちゃうの。おお、千秋さんも、あの2人だ。おお、何本バラしてんだよ菊池くん。トップに並んだ、あ、並んだ、4本。4本。いや、これさ、千秋さんの方が安定してない。安定してますね、やっぱ、バラシ1本あったけど、うん、キャッチ効率がね、やっぱ ね、やっぱディークラはバラやすいよね、ちょっとね。しゃがんだね、下目ゆっくりだね、あれね、かなりゆっくりです ね巻き、おい、今止まったぜ、今めっちゃいいバイト出てる、ね、ガーンって止まったよ、今。でもあれかかってほしいね。うん、まあ、キングってもそういうエリアだから当たり多いけど、なかなか本当ね、今軽いバイトなんだよ、本当に。昨日くらいやってて分かる。これがセッティングアウトね、あれがボコボコかかる。鈴木くん釣ってねえか、釣ってないね。おでじってでじってトン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 、あれやろうとしてもできないのよ。でじでじってよトン、その人の間がやっぱ求むってありますもん ね、うん、ね、それがハマるんだよね、なんか知んないけどね、うん、同じようなことやってるけど微妙に違うんだよね、そう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 、ね、テンションの張り方とかね、そういうのも違うだろうし。お、これ千秋さん4位以上じゃないと1日券ないよっつったけど、現状、あ、鈴木くん釣ってるよ、ね、現状は2、1、おー、行き違う、
が3匹目ですね。これ取れれば止まんない限りポツポツする。あと2匹ぐらいは釣るだろうな、きっとな。本当安定しますよね。うん、なんか皆さんにいじられてはいるけど、こんなさ夏の暑い時にさ決勝でスプーンしか投げねえんだあいつ。本当すごいよね。それでね、こんだけね成績残してんだから。第3戦からそろそろトップになんじゃないの？なんないのかね。これで優勝するってなる。ね、そろそろ、うん、ね。今もう2位か3。お立ち台に上がるとなる。あれ翔さんがトップだったけど。今日ね、上野さんが2位だったんだよね。準決かなんかで、まあ、菊池くんがかけてない。いや、いや、あ、いる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 。あ、竿を持ち替えたからなんだ。あ、なんか変えたん。あーおー、あーおー、何本ばらしてる。おお、まくったぞ。千秋さんがこれで。千秋さんがこれ取れば単独トップなんだ。でもね、菊池ね倍かけてるよ。うん、あ、ここがクランクとのね。ボットに入れるゲームだからな、ね、かけるゲームじゃないからね。そう、かけるゲームじゃないから。ボトムは確かにしっかり食ってくるからね。だって1バラシですからね、千秋さんは。そう、バラシっつってもね、まあ、そうそうそう、ネット前の、うん、あれがティモンのネットだったら入ってたからね、あれね。女性にも多分軽く感じると思うんだよ。多分今日優勝したら旦那が買ってくれるか貸してくれるか。いや、買ってくれるな。1万8000円。おめでとうっつってティモンのネットだよこれ。そうするともっとキャッチ率が全然ゴールですよね。あれ、これ決勝って2ローテでしたっけ。もう1ローテ、あ、ね、3ローテあんのか。うん、じゃあまだ分かんないか。デコローテがないのはすげえ。ボトムもさ、そんなパン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 さ、モリモリ的なさ、うん、あんなんじゃないね。もとんおえリズムが合ってるね。ちょうど上げた時にグッて曲がって入ったし、無理くりかけてないから。うん、で鈴くんがちょっと真似出してちょっとすげえ早いよね、トントンがね、うん、あの千秋さんのに比べたらね、多分今、うん、これ6本、日本差？日本差。あ、これ、え、これ何？初準決出場、初決勝出場？で、これだったら初お立ち台。初優勝？なおかつ。キングのお立ち台って難しいですからね。いや、難しい難しい。まあまあないよ。前、ピア戦の時に優勝したことあるけど、だいぶ難しい。ツイン。ほら、トン、トン、トン、置き場上げて、手前、中間ぐらい来たらそんなにボトムから上げないで、ちょっと上げ幅が、うん、今ちょっとちっちゃくなって、でデジがデジ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 トントントンで、ほら鈴木君全然あの早めのトントンなんで、下でこう下手じゃ横にダートしてる可能性があるね。あれは鈴木君の弾きが優しい系ですもんね。これずっと今日はそんな感じでしたよ。トントン、トン、そろそろ食っちゃうんじゃないあれ。そろそろ駆け上がりのとこ来てんじゃないのあれ。強いこれ、ね、やってる人はたまったもんじゃないですか。たまったもんじゃない、ね、もうゆきちが4本目、4本目になりますね。それでは何気にゆきち今日編集台乗ってトップになっちゃうの。いや、今日敗者復活だから。ああ、そっか、敗復か。でもこんだけ決勝行っててまだトップにいない、うん、同率で2位、まあ、ちょっと足らない。でも翔さんもすごかったからね、前半戦、ね、かなり2回連チャンで、ちょうど俺が来てない時だったけど、うん、見れなかった。あ、そうですか。うん。来てなくてですね。そうそう。ここで2ウィンを流行らせた人と言っても過言ではないですね。なるほどね。みんな使ってはいたんだけどね。なんか、ちょっと根本さんがちょっと釣るぐらいでね。根本さんは変なところばっかり、あの変なところ。根本さんは変なところ。変なところばっかり持ってきて。今日はあの珍しく仕事でいないんで。あ、そうなんですか。そう。根本さんは変なところでツインをはめるらしいです。そう、変な。あとね、変なメタル使ってんですよ。あれね。よくわかんないの。なんとかソニック。そうそう。バスのやつね。ね、あとね、クルメタルソニック。あのね、クランクボックスとかね、見る機会があったらね、見た方がいいですけどね。そう、なんかよくわかんないから。じゃあそれを言うと。フグスマにはね、君らが買ってるようなルアー売ってないんだよって言われるわけですよ。キャスティングと常習屋にあるものと地塗りでどうにかするのがフグスマ県民のスタイルなんですよ。でも根本さんもね、巻きもできりゃクランクも上手いし、ね、いや、もうやばい、平均点高いですよね。もうだってペア戦なんて全部表彰台乗ってんだよ、ここ。そうです。で、去年総合優勝でしょ。俺らは先々週か、うん、サドンでやられてますからね。そう、やっつけたやっつけた。あの日は、あの試合は原さんの方が輝いてたか、あの巻いて、
いや決勝はでも結局トントンだったけど、うん、純潔がもうあのシャイニングあじゃあゴールドイグニッションが気持ちあっつってるよつってるよあっゴールドイグニッションが良かった今日も釣れたあれねあれはいいわもうやめてくれよと思ったもんねやってる時に何あ押山君たちがやった時にゴールドイグニッションを下からじゃなくて普通に巻いたんだよ中層ぐらい巻いたら俺は一投一投一投で3連発して3連発したんですよあれ早いよね一投で1人3連発されるといやきついっすよめっちゃ早いよねそうでね根本さんもその時に1本とか追加してるから、うん、3時間で4匹ぐらいバババってそうそう一気に一気に離したよねただ君らのあの木赤いやつあ赤いやつねあれ何なの赤いやつですかスマッシュじゃないスマッシュですあスマッシュかシュおお来たよいないよいないいないあれはいないいやいる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 のかあれここ危ないよ最後まで油断ならないあ怖いあの彼もあれだねティモンのネットさえあればそれは俺に言われたいやここは大人がプレゼントしてあげなきゃねこれはね本当に、ね、ついでだから2本買ってきたよっつってこれで1本差うんそうですねいやでも当たり出してっから今なんか違う釣りしてんねボトムまで落としてるよあれ巻いてんのかなあ何スプーンじゃない、うんスプーンね、今だってカウントダウンしてたよだってボトムあんだけ落としてたらボトムついてんじゃないですかスプーンだよね、うん、巻き上げてんだよねあれおいやるねやっぱイン側入ったからねもう小指立っちゃってるもううまいよあれあティモンのネットならプレゼントしてあげたいね俺に言うプレゼントしてあげたいいや今のまだそれはあの大塚さんも釣ってますよこれでまだ2本差変わらずうんで大塚さんが今大塚さんがこれ3本目2本目、3本目3本目じわじわ来てあー千秋さん来たよ3本差7本目これ7本目、ね、7本目あまだ今1本差かうん ここ入れないとまずいよあの2人ティモンネットじゃねえから危ないよ危ない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  OK やっぱバレないっすねやっぱボトムしっかり食ってんねでもさっきバレないんだよなってバラさうん、でもあれネット前だからね、うん、あれしょうがないあれティモのネットだ入ってたからしつこいって俺ティモネット推しなんだよ今ほんと気に入ってんだあれマジであれいいよあれいいあれはいいほんといい絶対買った方がいいあれは俺もねほら大会出る人だけね大会出ない人あんなクソ高いネットあ言っちゃって買わない方がいいからね普通のネットでいいっすからね、はい、本当に買ってて使ったけどいいよ水切れがいいっすねそう前に押す時のねそう、うん、その通りじゃめっちゃ重いなんか軽いかと思ったら結構、うん、まあそれなりに重量はあるけどだからジアンサーには絶対かなわないんだけど水切れはねジアンサーと変わんない、うん、あのクランクが引っかかんないってのはほんと引っかかんない、ね、俺ねガッチャンガッチャンやってるけど引っかかんなかった俺あれ引っかかんのかと思ったら、うん、逆に目が細かいから入らないんだね、そういうことだそういうことなんだね目が大きいと引っかかりやすいけど日本さ千秋さんがすごいよすごい、ね、いやでも倍バラしてるよ、うん、いやまあそんなにバラしてんのバラしてる5以上バラしてるよね、うん、5以上バラしてるいや入ってたらもう余裕で誰よりも出してる、うん、ただ誰よりも入ってない誰よりも入ってない最終ロッテ1分後にスタートします最終ロッテ1分後に多分裏でまあまあ別に千秋さんが7菊池くんが5大塚さんが3ゆきちが4鈴木くんが1でもここまでまあこの分でいくと鈴木くんは1日券ねえなゆきちがゆきちがどこまで来るかそうです、ね、スプーンの魚がまた一番手前来たから30秒前スプーンで最後連発したから、うんね、あれ取られるとで今木の2人が手前に来たからどうなるかって感じですねそうだねクランクついてねえあれあスプーンだ面白いちょっとメッキ系期待してますけどメッキ腹黒系まあ諭吉はあれでクロスしかないよねあれでずっと成績いいんだから他のことやったってダメですよ銀クロっぽいですもんね3、うん2でもあれで釣れちゃってっからいいよねやっぱスプーンで釣れんのが、まあ、やっぱでもスプーン投げてたらここ最近銀黒とかあとブルーオリ青銀ねなんかブルメタ系がいい ねキングはねブルメタ系が銀黒なんかしんねえけどそう銀系ねでも今日は1回戦2回戦は珍しく黄色黒とかね聞いたあの辺がね釣ってる人はマジであの藤田さんとか、ね、ああ黄色黒はめてたあとマイクロでね上目のなんか黄色ピーチかなんかそうで釣ってましたよはい、と思って菊池くんがもう完全にスプーンパターンで行くみたいだね、
当たんじゃねえのまたあれ。まあゆっくり巻いてるよ。ほら来た。あれ釣り出したらさ、やばいね。千秋さんも。おお千秋さんも。上位3人が。抜けた。はいオッケー。これで追いつかれた。めっちゃいい勝負してる。76号なんだよ。綺麗だね。その3人が釣ったからね今ね。でもその差つまらず。千秋さんは別にこんなんじゃ動じないから。だね。動じないから。ひょうひょうと、うん、淡々と。淡々とやり続ける人だから。負けてるやつが。ほんと。俺よく知ってる。俺よく知ってる。冷静に今フック交換してるからね。4戦やって全敗してるから。意外とできないんだよフック交換。説得力が違う。ほんで私分かりませんって言ってるけどね。なんだかんだね。勝たせてくれないんです。この伊藤千秋さんは本当に。おっと大塚さんが。たまたまですよが4回続いてるんですから。ボトム巻き上げかな。大塚さんですかね。4本まだ分かんないね。ちょっとはめれば、ちょっとはめれば2位まであるよ。1位もあるか連発すれば、まあ、まあ、シルバー系ののは1発ぐらい、1号か1発、ね、大塚さんその釣り得意にしてますよね。いやでもねあの釣りは本当俺もね最近あれが釣れっから楽しいけど、うん、本当あれハマると楽しい、まあ そ, ね、それでやられたんだよ俺この間そう3本差で負けた。まあいいバイト出っかんだよあれね、うん、結局中華生が食ってくからいい、ほんとがっつり食ってくから、まあね、絶対当日の魚が食ってんでしょうから、うん、そうそうそう残った残り物が ね、うん、ね色もメッキ系で派手で、さあ手前から3人がオールスプーンで奥2人がボトム、やっぱほら鈴木くんのがちょっとピッチ早いんだよね。あれがさあれが差がついてんだろうね。揚げ幅も鈴木くんちょっと重いの使ってんな。あれタップかなんか、あれ竿先の曲がり具合が通院っぽくねえな。違う？それお、つってねえか。つってねえか。さあ手前3人誰か当たりそうな気がする。きたー。あー抜けたー。あるなこのチューブをやりよるんですよ。やるねー。このチューブを。いやだって前、俺来るとき必ずいるよ大体。でも、ね、平日はいないんでしょさすがに。平日は学校だから。平日いたら問題ありだもん。でもね、土日はいるよ、ね、でもねやっぱ飽きずに黙々とやってる姿は、ね、やってるもんね。楽しいんだよね本当にね。まあこれはちょっとあれだね、エキスパーどっかで上がってくるね高校生ぐらいになったらね。あとは資金力だけだね家族か家の。お来た、この2本差大きいよ。バラさない絶対バラさないよ。これはでかい。お、ゆきちは来てる。ゆきちも来てますね。来てんの。ゆきちのあれ分かりづれんだよなあれ。横に走ってる横に走ってる。あーオッケー。やっぱティモンのネット。あゆきさんもじわりじわりで6本目。6本2体、うん、いやー続けて2本落ちてな。7、6、6。ゆきさんやばいよ。なんかいっちゃうんじゃないこれは。ブランバンナ14どこまで落とす、どこまで落とす。一番下か。そこまで落ちてる。一番下だな。ちょっと浅いんだよねこっちの方がね。うん浅いですね。ってことはボトムまで行ってるね。頑張れ。ねえ本当しっかり。いやここはもう千秋さん頑張って、ね。さっきまで連れてたビークラに戻したかな。戻した。でこれすぐ当たり出ればね2投目ぐらい以内に出てくれれば。またグリグリ。あれさ。ちゃんと iTunes してからあんなぐるぐる巻いてもちゃんと潜ってんのかな。まあそうじゃないですか俺ちょっとそっと巻くよグリグリやるときそれはグリグーって巻くとさ回っちゃうときあるじゃん。 iTunes してくださいよ。そういうことだよ。おーあー寝かかった。あそこ寝かかんだよ。プランクも iTunes 必要ですから。必要だよね。必要ですよ。あのぐるぐるぐるってあのゴグリとかやるときにあんだけ早く巻けるってことは絶対 iTunes してると思う。やってますよ俺ね。クランクしてねえからそーっと巻くんだ。そーっとゴグリするんだじゃないとよ横行っちゃうときあるから。右か左にちゃんと行ってないんだよ、ね、潜ってないときあるから。それだって入れたいとこまで入れられてない。11にしてよくこいしょこいしょ早いもんグリが。こいしょグリ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 早いよね早いよね。お結構潜らしたの。7グリぐらい残り5分。あいい試合だ。さあ千秋さんトップ。トップですね。もうさこのさっきの1本欲しかったね。うわゆきちさんが。おおやっぱ来た。ゆきちつまんねえから優勝すんなお前。ゆきちさんゼロバラシじゃないですか。バラシだそうだね。全部取ってる。全部取ってる。あいつね大体バラさない。あの散々俺取って見てるけどほんとたまに。やっぱ巻きの本当いい魚。鈴木くんが1本来たよ。
2本目っすね。おー、優勝サドーンか、決め切るか。せめてサドーンがいいな。せめてサドーンがいい。せめてサドーンで。あ、チャークさん、あ、1本もったい、2本惜しかったんだもんね。ネット用はネット脇。気持ちが乗ってくる気がする。いやもう雪地なんか取りたくないんだよ。スター性を感じないんだよ。新鮮味もねえしさ。すごいな。あんな真っ黒で腹出てんだよ、だって。完全に結構そういう人いると思うけどな。まあ、おお、鈴木くんが。さんが連発。ポツポツと。酒が隣に。おお、来たよ来たよ、頼む。フック大丈夫かな。さっき変えてたからね、大丈夫。頼む、さっきバラして、それでバラしたんだよ、その前。怖い。怖い。もう入れる。ああ、ネットが。オッケー。ドキドキすんね。こっちの方が払う。おお、いいよいいよ、もうゆきちゃんお前つんなくていいんだよ。お前はいいんだから。もうお前いいだろう、もう、あ、いい加減表彰台いっぱい上がると飽きんだろう、もう。2位ぐらいにしとけ、可愛げってもんが。おお、鈴木くんハマってるよ。4本目。3位が見えてきたんだよな。あと5匹で3位が6本。あ、6本つんなきゃダメ、あと2本。8、7、6かな。あと2分ぐらいだ。ちょっとあれだね、あの辺ボトムいいのかもね。2人でやってから育ってんだ。うん、かもしんね。奪い合ってんだよ。寄せてる。さあ、千秋さんもう1本欲しいね。ここでもう1本入れると、やっぱ千秋さんのやっぱちょっとトントンペース、ピッチ遅いね。菊くんもかけてる。何本目？菊くん7本目。お、3人並ばないのか。いや、並ばない。あ、抜けたんじゃない。抜けた。いる、分かりづらい。おお、ゆきちと、はい、8777 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 8
しぶとく上がってきた、ね、さあ一日券が菊池くんも薪に戻したね。小持ち の, あの住宅ローンのある男頑張れ一日券は大きいぞ4,800円。そう今はねあの子供ちっちゃいからあんまね釣り大体ね大会とか釣り引退するって言ったのにまあまあ釣りしてるよあの男最近ナマズもやってるしねお前大会で子作りじゃねえよ子育てやるよな子育て専念するって言ったよなって俺は言ってんだよ。釣り好きはダメでやっぱねダメなんだよ。離婚しない程度に釣りにね来ないと。おい八本目菊池くんがね並んでこれトップで八本目リクラここ危ないんだよこれね巻いてる巻きに戻した菊に戻した。いやでもさ順当にいったらかけてる数はまあ菊池くんなんだよ ね結局巻きに戻していやでもあの二人の方がいいねどっちかの方がね菊池、うん、はもういいよ本当お腹いっぱいだいやうんとか言っちゃダメだ本当お腹いっぱいだからもう結構です。全然カメラマン公平な立ち位置じゃないそのもうねあのもう今いつもの人化してしつつあるからね。あ大塚さんが生きてる5本目これで単独4位か。どんな感じ今、887大塚さんも耐えて耐えてスプーンで最後までやってますね。そう諭吉が7で大塚さんが5位、4位対4位単独になったのか。初優勝同士だねこれね。そうですね初決勝同士か。初決勝同士ですよね。おおすごいね。いやでもあの菊池君がやばいねあの駆けっぷりは全然もうさ臆することなく堂々としてるよ、うん、まだ背も伸びるだろうしさ。そうですねやばい、ね、いい骨格してんだよ、ね、そうだねいや多分骨太そうだもん足とか、うん、ここ多分出すよあのボトムスプーンラスト一投でしょこれ。千秋さんも至近距離で10秒前ださあ釣っちゃうよ多分あの中1はこれで中2っすね中2か中2です決まりこれで優勝サドンだ。いや優勝サドンだ。おい優勝サドン。優勝サドン。88だもんね。88か。88だよね。間違ってないよね。あれ俺間違ってないと思うんだよな。え間違った。千秋さんいやいやいや、よっしゃとか言ってるから。え、ちょっと行こうか。優勝サドン。どんだけバラしてんだよ。やっぱほら。ビャッキーだよ。あ、やっぱ2ないんだ、ほら。ゴールドじゃない。
シャイラシャイラじゃねえかよおい。それ味間、味間の1番とか2番とかじゃないのそれだよね。金のちょっとシャイラ困るよ。シャイラ禁止だからね。俺以外禁止だからね。俺以外上田さんに教えてもらった。まあね。いや教えてもらったんじゃないよ、パクったんだ。安島なんだっけ、一番だっけあれ、金黒なんだっけ、銀黒、金黒。行くよ。今日優勝したら唯一負けたの俺だからな。あれ何、なんかチョイスター様が2回戦で当たって俺のおかげかの。でも俺クラタ君に負けてないから。もうメクソ鼻クソの勝負だなこれ。さあ千秋さんが、もうあれティモンのネットだったらなんで旦那貸してやんねえんだ本当この人。あれ入ってたよティモンならね、どっちか入ってたよね。であれもうユースタン単独だもん。いやでもいいよいいよ。えどのトゥーインがいいんですか、シルバー。シルバーとこれシルバーとこれ反対シルバーじゃないやつでね、この間あまた取れた両方シルバー。あそうだね、両面色違いでしょ。そうそう、これちょっと前に出たプロパ新色ってやつ、これ一番。俺も昨日これ釣れた。これは何色、あそう昔からあるやつ、ちょっと紫色っぽい。やっぱシルバー入ってからリアクションしやすいみたいなイメージ的にはね。そうだ、でももうトントンで行くしかないんだから。やっぱツーウィン、ツーウィン、やっぱツーウィン、あのプロパーの新色。あやさん買いに行かないとか、もうないかもしれない。いやツーウィンね、早く買わないとなくなっちゃうんだよね。でも俺もすぐ買ったもん、新色出た時。余裕かましてたらすぐ売り切れたから、最初出た時。やっぱもう千秋さん一等で釣るつもりでいかないと負けちゃうよ。一等だ一等。釣り座変わらずこのまんま。いやーほんと諭吉じゃなくてよかったよ。もうずーっと諭吉が、諭吉はもういらねえ、諭吉はいらねえって俺言ってっから。いやいい試合だった。いや俺さバラしてなかったらちゃんと。いやもうねダブルスコア、すっげえバラ、どんだけバラすんだよってぐらい。まああの動画見て。よかった諭吉が3位確定、3位ですね、単独3位か。よかった諭吉、なんかもうこれ以上取りたくねえんだよ本当に。え何どれ今日は、バンナ、シャイラー投げてないの。フィートフィー使った、フィー使いました、フィート。やっぱブルー、これプロパーだよね。プロパーですね。これとあれのティールート、いやティールートじゃないです、これはあの宇宙天の、宇宙天か。あとは原草のサイレントイグニッションのシャイラ1に、あれ釣れた、釣れました。どのぐらい釣った、あれ 3,4 本かけました。ボトムまでもう落としてないよね、ボトムまで落としてないだよね。中層したぐらいからの巻き上げだよね。見ててなんか分かった、ボトムまで行ってないな。あと放流が枯れが、すげえ枯れました。え何放流が、放流がすごいイグニッションの枯れますね。反応あり、反応あり。ちょっと塗ったりしないでよ。いやもう頼んじゃいました。ふざけんじゃん。俺のも頼むぞお前。アサシンじゃダメなんですか。いや違うんですよ。色が入ってる。ホロリウム入ってる。あれホロリウムだよね、ユキチ。あれホロじゃないんですよ。違ったっけ、ユキか。あれじゃないですか。宇宙天。宇宙天。おおおお、ユキチなんか撮ってる場合じゃねえよ。はい、どいて、はい、どいて、はい、どいて。はい。サドンでーす。さあ2人とも初決勝、初優勝がかかっております。初決勝進出、初優勝がかかっております。多分どっちかが多分一等で俺釣ると思います。ただねスプーンの方が早いんじゃねえかな、この状況だと。ちょっとシャイラブームに乗って、シャイラのメッキ系ブームに乗って。ブームってわけじゃ、昔から釣れてたんだけどね。おいおい、あーいないの、いないの。ダメだ、なんか釣れたように見えちゃった。
千秋さんのトントンか、菊池くんのシャイラのボトムテロテロか、もう多分買えないと思います。釣れるまで買えずに押し通す。あ、でも菊池くんは D クラに変える可能性あるけど、バレっかんなあれな今日でもね、最後スプーンでちょっと掴んでた感じだったんで、多分2投目ででかいもんね、中2で俺よりでかいもんね、あいつ。なんか見た目が子供に見えるけど体格はもう大人だよ。さあ、千秋さんの2ウィンのデジの時に食ってくんねえかな。竿先がグッと入るんだよ、ね、さあ、どっちの竿先が入るのか。いやー、どっちだ、どっちもありそうで何とも言えねえスプーンな気もするけど、お互い狙ってるレンジは下です。やったかったわ。デジ入れんのがいいみたいだな。デジの時も釣れてたもんな。ドン。さあ、そろそろ決まんじゃないの。さっきまでこの2人めっちゃ釣れてたんだからね。気持ち的にはどっちでもいいわ俺。やっぱり中学生優勝でもやっぱりなんか新鮮味あっていいし、千秋さんが勝てばやっぱ女性っていうところもあるしね。ね、ですよね、チョイスター。おっと、菊池くんにちょっとショートバイトがありました。あれ、ね、ほんとかけに行った方がいいね。ほんとグイってね、ロッド煽ってじゃないとね、ダメっすわ。確かに。暑いからそろそろ釣っていただきたい。何何、うわ、目の前をムサゴ、ミサゴでかいね。さあ、あと1本どっちが先に釣るのか、早くお願いします。めっちゃ日焼けしちゃいますこれ。でもね、焦らずに。あー、でもな、さっきまで2人ほんと調子良かったんだけどな。おー、来た来た、抜け、いる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 よ、いるよ。はい、オッケー、いいと、中学生。何で釣ったの。ありがとうございます。お、さすが、さすがさすが。何で釣ったの。シャイラ。これ味間さんの色だよね。だよね。金で裏裏黒。これ昨日買ったやつです。あ、昨日買ったの。買っといてよかった。おめでとう。ういー。まだ3本しかないからね、ロッドも。田島、1だっけ、2だっけ、3だっけ、もっと後ろの方だっけ。前の方には 白銀かなんかがあるんだっけ。前の方は白銀、白銀だよね。そうだよね、そうだよね。そうだね、昨日買ったばっかのシャイラが。でもこいつも相当当たってたぜ。バラシも相当だった。バラシはもう少しやばかったね。すごいすごいすごい。まして中学生。中学生。おめでとうございます。菊池君優勝です。おめでとうございます。いい思い出だな。日記書けよ、絵日記。もういじり方が小学生か中学生か。あ、中学生だこれね。いや、部活休んだから。あ、そういうことは言わないように。そういうことは言わない。はい、お疲れ様です。